こんばんは、稲川のおっさんです。今回は稲の銀行で5万円をゲットする方法についてお話したいと思います。よろしくお願いします。この動画をご覧いただいている方の中でまだ稲の銀行を登録していない方にとってはラッキーな情報でございます。ただしなんですけど、この5万円ゲットする方法につきましての今キャンペーン中になってまして、これの終了が5月31日までという形になってますので、まあ、実質残り3日を切っている状況でございます。ただですね、いろんな諸手続きがありますんで、もう、この動画をご覧いただいた後に、すぐに、登録された方が、まあ、賢明じゃないかなというふうに思っております。まずどういうことかと言いますと、まあ、ここにも書かれてますように、新規でみんなの銀行を、アプリで契約をして、でさらに、そこからですね、みんなの銀行で、ローンっていう、機能がありますんで、それで、初めてお借り入れをして、対象期間のお支払い利息最大2ヶ月分、まあここに書かれてますようにご利用開始月とその翌月分をキャッシュバックというような形ができる新しいローンっていうのが今回言ってる状況でございます。で、まあ、まずはですね、概要欄のところに貼ってるんですけど、みんなの銀行のアプリをダウンロードしていただきまして、ダウンロードする際にですね、紹介書コードを入れてください。紹介書コードを入れて、アプリをダウンロードしますと、それだけで、まず、1000円が、ゲットできるような状況でございます。ただし、紹介書コードを入力せずに、アプリをダウンロードしますと、1000円は入ってこないっていう状況になりますので、それですと1000円がもったいない状況でございますので、そこだけはまずはしていただければと思ってます。でここからは実際に、アプリをダウンロードした状況からのご説明という形になります。でまずはですね、この、ローンの設定がございますんで、でローンを、する場合ですね、まずは、一次審査申し込みというのがございます。で、まあ、一次審査申し込みに関しましても、これ全部、アプリで全部できるような形になりますんで、まあ一般の銀行のように、何か書類を提出してくださいとかっていうことが、まあ、基本的にないような状況でございます。で一次審査結果に関しましては、最短2分で一次審査完了 でこれ借り手条件、まあ、利用限度額、年金利っていうのが確認できるような状況でございます。であとはですね、希望利用上の、そのアプリで設定されてます金額の上限を選択していただいて、その利用限度額が、50万円以下の場合は、収入証明書の提出が不要という形になります。であと、最終の、契約手続きというところで、最終審査の内容を確認して、契約完了への進めは、新規契約で、これで完了というような形になります。で最後になんですけど、補足というところで言いますと、口座開設時から本人確認書類の内容が変更されている方のみアップロードが必要ですという形です。でただし、届出住所が一致していること及び本人確認書類の有効期限を確認を申し込みくださいと。で申し込み状況等により、数日間、時間を要する場合がございますと書かれてますんで、そういう、ケースも想定していただくと、この動画をご覧いただいて、すぐに、最大5万円のキャッシュバックをゲットしたいというのであれば、もう申し込んでいただいた方が、賢明じゃないかなというふうに思っております。でああと、ここに書かれてますように、利用限度額が50万円を超える場合は、収入証明書額のアップロードが必要という形になります。
まあ、よっぽどのことなければ、まあ、50万超えるような、ことを必要な方であれば、多分もうすでにも銀行で、そういう形を設定してるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、一応、まあ、ここに書かれてます、最終審査には数日かかる、見ますという形になってます。で、ローンは無理のない、計画的ご利用、ご返済がおすすめですという形です。で、まあ、後貸し付けの、まあ、限度のついても、まあ、合わせて確認してくださいっていう状況でございます。まあ、みんなの銀行のメリットっていうところで言いますと、まあ、すべて、まあ、お申し込みから借り入れ、返済までがすべてアプリだけで完結できるっていうような状況になりますんで、まあ、先ほど言いましたように、銀行に行きましたら、まあ、事前にそういった書類が必要であったりとか、印鑑が必要であったりですとか、まあ、対面であったり、で、場合によったら、銀行の窓口が混んでいれば、30分でも1時間でも待たないといけないというような状況ではあるんですけど、まあ、アプリであれば、自分の、好きな時間にそういった、設定とかができるような形になるのがメリットじゃないかなというふうに思っております。まあ、ここにも書かれてますように、1月26日からこのキャンペーンが、ローンキャッシュバックキャンペーンで始まってるんですけど、もう5月31日水曜日には実質終わってしまうというような状況ではございますので、まあ、先ほども言いましたように、まあ、アプリだけの登録であれば、まあ、すぐにでも行ける状況であるんですけど、まあ、そこから、まあ、最終審査まで、まあ、若干日数がかかる部分もありますんで、まあ、そういったことも含めますと、もう、このキャッシュバックキャンペーンに、まあ、合わせて急いで申し込みたいというのであれば、すぐに、まあ、借り入れの、まあ、条件等も入力していただいて、まあ、最終決済までが5月31日までには終了するような形で申し込んでいただければというふうに思ってます。まあ、多分これ明日とかやると、もしかしたらもう間に合わない可能性もあると思いますので、といっても、まあ、今日申し込んだからで、まあ、100%、まあ、間に合うという保証ではないんですけど、まあ、それでも、まあ、やってダメなら、まあ、それはまあ仕方ないというふうに思ってますし、普通こういったキャンペーンっていうのは、なかなか一般銀行とかでもやっていない状況ではございますので、まあ、極端なこと言いますと、まあ、このキャンペーンで、該当すればラッキーかなというような形で、まあ、思っていただければというふうに思っております。まあ、最後になるんですけど、もう一度、概要欄のところと、まあ、サムネのところにも、紹介者コードを貼っておきますので、で、あと、アプリのダウンロードの URL も、貼っておきますので、まあ、そこから、申し込んでいただいて、まあ、このキャンペーンでぜひ、まあ、最大5万円が、まあ、キャッシュバックできるというような状況ではございますので、まあ、うまいことを活用してください。